キングスネークのマンバというギターをご紹介いたします。このキングスネークというブランドですけれども、ロックンロール御用達というようなギターを数々輩出しておりますが、今回のマンバというギターなんですが、これも実にシンプルで、ワンピックアップ、そしてコントロールもワンボリュームワントーンという、もう必要最小限の機能しかついていないシンプルなギターになります。こちらのマンバですけれども、マンバっていうのは猛毒を持った蛇で、噛みつかれるとですね、すぐに毒が回ってしまうような猛毒を持った蛇という意味らしいんですけれども、全体的にですね、バイト感の強いロックンロールギターになりますね。ボディとネックはそれぞれマホガニー、そして指板はローズウッドということになりまして、これもシンプルな構成になります。ペグは往年のですね、ジュニアタイプについておりますプラスチックペグのこちら片側3連ですね、このペグがついておりまして、セットネックジョイントでマホガニーをついである、そんな形になります。全体にですね、シンプルなジュニアタイプのサイズなんですけれども、ナットの幅が 42.5mm、 そして指板の R は 240R ということで、かなり最近のギターにしては R がついている方になりますね。スケールは 625mm、 こちら短めのスケールになってます。ピックアップは一つだけ、TB ジョーンズのマグナトロンという、これもちょっとカリッとしたテイストのピックアップがシンプルに1個だけっていう風になります。テールピースはラップアラウンドタイプですね。こちらから弦を通してぐるっと巻くという、こちらもダイレクトに振動を伝える、そんなシンプルなものがチョイスされています。それではピックアップの音聞いてみましょう。全体の重量もですね、 3.3 キロということで、取り回しのしやすいステージでも振り回せるようなギターになりますね。ぜひ一度お試しください。